野崎チャンネル。ちょっ、今日何ですか、質問があるというそピックアップニュース的な、はい、スタッフのピックアップニュース。これ第2弾ですか。第2弾、スタッフのピックアップニュース。はい、うん、前回ですね、エスコンフィールドの球場問題を、はい、やってましたけども、今回はですね、つまり里崎さん、これキャッチャーで、されたと思うので聞きたいんですけども、この先日宮崎選手がデッドボールを上げて当てられて、こうマウンドに寄っていく、まあ、ファンからすると、乱闘騒ぎ、まあ、ぼやみたいなものが起きたということで、これはキャッチャーの視点から解説していただきたいと思う。あ、ピックアップニュース的な、ピックアップニュース、ちょっとスタッフが選ぶピックアップニュース、ちょっと世の中ざわつかせるからね。そうなんです。前回のエスコンフィールドもめっちゃざわつかせてたからね。そうなんです。そんな燃えてないのにまたそこ転化する感じ。そうなんです、燃やしていこうという。3つデッドボールでしょ、はい、確か7回表に最後宮崎選手が当てられて、その前に佐野とかもね、はい、デッドボール当てられて、はい、でもこの宮崎のデッドボール、小沢スライダーが抜けて当たった感じじゃん、うん、そんな大したことなかったけどね、この宮崎に対するデッドボールは、うん、スライダーが抜けて当たっただけだから、はい、サイドスローの。最近の乱闘とかさ、乱闘もどき感じじゃん、そう、誰も本気じゃないじゃん、はい、ウェーイって言って終わりじゃん。そんな別にさ、昔のさ、あの近鉄のデイビスがさ、東尾さんぶん殴るとかさ、はいはい、ロッテのセラフィニがさ、ズレーの背中の後ろ当たってさ、あのジャンピングニーパッドをかますとかさ、はい、ウェイって言うだけじゃん、別に本気じゃないじゃん。だからそんな周りも含めて生きり立つ問題でもないけどね。本当に言ったら今パトカー逮捕されるけどね。今俺も1イニング3デッドボールあんのよ、西武ドームで。へー、ズレータ、俺、ベニー、デッドボール当てられて、最後細川ベニーの首投げいかれてたからね。ああ、ありましたね、あの時。はいはいはい、首投げ一本っちって。それに比べたら、ウェイって言われるだけやろ。本気で怒ってへんやろ。その後さ、西武対ソフトバンクなんて、はい、両チームで6四死球だったからね。デッドボール6個。はいはい、別に、そんな言うことでもないけどね。高須さんが攻めに行った姿勢だから、わざとじゃないみたいな、はい、攻めてる中でっていうのも、もう俺は間違ってないと思うんだけど、はい、当ててる方がなんでそんな上から目線やねみたいに言う人いるけど、別にそれもまあ事実じゃんな。言い方があると攻めないと抑えれないってことですよね。うん、やっぱそれは繰り出す強力だから。そうそうそう。で次の試合も三島が村上かの足にデッドボール当てちゃって、はい、まあ、三島謝りに行ってたけど、いや要はデッドボールってことはもう勲章なのよ。俺はキャッチャーでもそうだけど、言い方悪いけど、そんな大して打ちもせえへんやつインコースの厳しいところって、ね、行かないからね。もうアウトコースの出し入れでも抑えれるわけでも、やっぱインコース厳しく攻めないと打ち取れないからインコース厳しく行くわけじゃんね、はいはい、でそうなってくると甘くなったら困るから、外れたらボールねえぐらいになるとやっぱ当たっちゃうじゃんね、正直ね、はい、そうやって行かないと抑えれないんだからね。いわばさ、デッドボールは強打者の証なのよ。俺なんて1年間で2桁デッドボール当たったことあったからね。もちろんあの絶対こいつ今俺狙ってるやろっていうのもあったよ。あ、自分までですか。だってもうこっちに向かって投げてくるから。こっちに向かって、だからさ、わざとかわざとじゃないかって分かんのよ。分かるんですか。絶対分かる。わざとじゃない時はだからこっから引っ掛けたりしてくるからね、こっから抜けたりね。わざとの時はこっちに向かって投げてくるから、こう この自分の方に。絶対わざとだろみたいな。っていうか一発で当てるよって思うけどね。当てミスやめてくれよみたいな。こっちもう一回我慢しなきゃいけないやんけみたいな。それキャッチ打席に立てる時キャッチャーの動きとかってなんか感じるんですか。いやいや、そういう時はキャッチャーアウトコース構えてるから。あ、キャッチャーがインコース構えて当たる時っていうのはわざとじゃないから。あ、わざとの時っていうのは真ん中とかアウトコースによりに構えてるから、それによってわざとじゃないですよっていうのを見せてるから。確かに、インコースに構えて当てる、そんなやついないから。俺もわざとデッドボール当てたこと何回もあるけど、インコース構えて当てたこと一回もないから。インコース構えて当てるっていうのはわざとじゃないから、絶対 100% 言い切れる。確かに清原さんとかのデッドボールとかって本当に1、2って肘に当たるとか。そうそうそう、ね、うん、だからその、いや分かんないよ、ピッチャーが自らね、はい、ピッチャーが自らこいつ当てると思ってたら、はい、キャッチャーがインコース構えてても当てるけど、キャッチャーがインコース構えて当てることは絶対ない。そんなのバレバレになるじゃん、はい、ピッチャーが自ら絶対こいつは当てると思ってたら話は別なんだけども、ピッチャーが自ら当てると思ってなかった場合、キャッチャーがインコース構えてたらそれはもうコントロールミス、わざとじゃない。で変化球の抜け球はこれはもうわざとじゃない。わざと当てるのにわざわざ遅い変化球投げるやつなんていないから。
だから今回もインコース構えてて当たってるからわざとじゃないんだよね基本的にね、はい、俺のもう理屈ねごちゃごちゃ言う前に当てたったらいいねって当てられたら、はい、当てられたら行きますせとこっちもあのお宅の手法行きますせとねチームメイトを守るためにって言ってそんな簡単にあの勝負しに来てわざとじゃないって言ったってそんなガンガン来てたらこっちもガンガン行きますからご了承お願いしますよみたいな、はい、ってなるとそれが抑止力になったりするわけじゃん、はい、だからなんでなんでかって言わなくたって黙って言ったったらいいんだよだって俺だって一回あんだから阪神戦でマリンで成瀬の時に俺ジャンっていうやつに背中の後ろ投げられてあじゃあいましたねピッチャーうんでムカついてで成瀬におい行くぞっつってで鳥谷の背中の後ろ通したんだ鳥谷さん被害者やあんなすぐ行かなきゃいけないから時間置いたら意味ないのよ次の回すぐやっつってで次の回本当は矢野さん行こうっつって矢野さん行くぞっつってキャッチャーやからね、うん、やられたやり返すぞっつってあ行くぞっつってでも矢野さんは3人目だったのよ鳥谷誰か矢野さんだったの、はい、で俺はもう行くぞっつって成瀬にしかもこれ監督とかに言われてないからね俺が勝手に言ってるからで俺打席回ってこなかったから絶対行ったると思ってあのスコアボードをずっと見てたのえでもちょっと待てよと思って0対0だったの、はい、万が一な矢野さんに2アウトランナーなしで回ってきたらいいけどランナーいたら当てにくいなと思って負けたら困るからちょっと矢野さん行けへん可能性あるなとランナー出た場合取りたいところがすぐ行かないと意味ねえしなと思ってこれ矢野さんまで待たれへんわ無理やって取りたいにしようって言ってで成瀬のとこ行ってこれ成瀬矢野さんやめるからって言って取りたいになってであの当てたらノーアウト一塁になって試合に影響するから当てなくてもいいから初球を背中通せって言ってそれだけでいいからって言ってで成瀬はなんで俺がやんなきゃいけないんだよって思ってたらしいね思ってたけどあいつ素直にやるからねすごいとこだよね反抗できないしねで背中の後ろを通したら、はい、阪神ベンチから「うら何これ何とか何とか」って言われたけど「ボケこれら黙っとけこっちもやられてんじゃん俺らいつでも行くぞこれ」っつってちょっと頭いかれてますからでもそれが抑止力になるわけじゃんね。そうですね。うん。だからそんなごちゃごちゃって言う前に黙って言ったったらいいんだよ。そんなのは。そしたら来なくなるから。でそれでも来たらガーンと言ったったらいいんだよ。それが一番効果的だから。うん、どうせ最近、うわーガーンとかないわけじゃん。ないですね。乱闘でね、はい。で、またそうなったところでよ。SNS がもう、ってなるわけじゃんね。昔はなかったけどもね。で、まあやりづらいじゃん。でしかも今、侍とかで仲良くなってるから、そんなこともないからね。黙って当てたったらいいんだって。もしくは黙って背中通したら当ててないじゃん、はい、だってアメリカでは当てるより背中通すのが一番侮辱行為らしいよもう一気に乱闘らしい、はい、まあわざとでしかないじゃんなそうです、ね、よっぽどじゃない限り、ね、藤波ぐらいじゃないとそんな背中の後ろ簡単にいかないからね1イニング3デッドボールじゃないじゃんね7回表も佐野が当たって関根が打って宮崎が当たったんだそうですね6回に、うん牧選手が当たった6回、うん、6、7って感じ、はい、俺ら1イニング3回当たってるからね、うん、で、ベニーの首投げだからだからそうなってくるとあれだけどおいぐらいしかないからね口でやったって変わんないんだよ、うん、何も抑止力にもなんないしはこっちもやられてんじゃんぐらいのね、はい、感じになるから言ったったらいいねってあれって例えばそういうことが起きました、うん、試合後監督どうしてオラーみたいなのまだあるんですかないんちゃう過去ないんちゃう見たことないもん俺そんな吉彦さんとかやったらちょっと行きそうですよね。ちょっとコーチとかやったらドーンってコーチ、ね、吉彦さんだったら逆に佐藤行ったね行ったりましたよ。おーしゃいいやぐらい言ってるかも分かんないホテル乗り込んだりとかしたそうだよ吉彦さんホテル乗り込んでいくから自分からビジターの出てこいこらーって言うから行ったったらいいんだよもし当てなくても背中通すとかねそしたらそれが抑止力になっていつでも行くんじゃボケこらって言っとけいいからその声がどうとかじゃなくてこうファンとしてはこう見ててこうそういう熱い姿勢って伝わるじゃないですか、うん、お互いが、うん、なんか見てる方は多いなんかもういいねでもなんかあれなんでしょなんか森岡が、はい、森岡自身は止めに行ったのにちってでも他の見てたから一人だら煽りに行ったみたいな感じでまたそれで文句言われてんでしょなんかもうインスタで謝罪っていうもう謝らんでもいいやんもうそんなのわざわざ誰に謝ってんねんって謝る、そんな謝らん、誰に謝るの逆になんで謝んなきゃいけないの謝らんでもいいやろどう思われてるって関係ないやんコーチの仕事はさ、選手守るのが仕事なんだからさそうですね、うん、結局さ、自分が矢面に立って
自分が批判されてるんだったらまだいいじゃんな。それでチーム、選手守れたらよ、正直ね。で周りがどう思われようが、チーム内でそこにもしリスペクトされてたりとか、チーム内でよく思われてたら、それチーム内でおいまたあいつ張り切ってるよ、関係ねえのにと思われてたら寒いよ。でも別にチーム内でリスペクトされてたりとか、それがあのチームを守る姿勢で意思統一できてたらそれでいいやんな。別に周りにわざわざまたとか言われても、その別に謝り必要もないし関係ないじゃん、正直ね。どう受け止められたとしてもチーム内でそれがちゃんと意思統一できるんだったらさ、そんなもん何でもかんでも謝ってたら切りないで、もうそんなもん何かあったらすぐ突っ込まれんで、また毎回炎上すんで。確かに田口がなんかまた炎上してんでしょ、ね、でまたそんなつもりじゃないんで、もうめんどくさいなどこで炎上してんねんって、グラウンド内だけでいいやろまあ厳しくいかないと今佐野宮崎なんて抑えれないじゃん、牧とかな、はい、村上もそうだし、ね、それでまあそのミスコントロールで当たっちゃうっていうのは仕方ないよね、別にね。でも抑えもね、あのつけてるやんな、めっちゃ昔の人きついぞ何もつけてなかったからな、そう全部いろんなのをさつけてさカバーしてるからさ、だから落合さんじゃないけどさ、避けるのが下手くそやと落合さんとか言うわけじゃん、岩いっぱいつけてるからね。だからそこの問題もひょっとしてあるかもしれないしね。一つだけ僕どうしても気になることがあるんですけど、もし仮に乱闘が起こりますグラウンド内で、うん、ボコボコに殴られました、それ警察行ったら傷害事件で捕まるんですか。それは弁護士じゃないから分かりません。分かってるかどうか教えてほしいちょっと弁護士の方ね、はい、これどうなるのかちょっと聞きたいですね。ボコボコタイムボコボコタイムもたまにいるからね、 いるじゃないですか、メジャーでも。でもグーってきてこっちも行くからね、無抵抗の人そんなにいないでしょ。そうやね、うん、でも殴るだけ殴って逃げられる場合あるじゃないですか。んバーンドーンってこう殴った方に逃げる人もいるじゃないですか。でもバーンって言ってこっちもこうやって立ち向かっていってるからさ、その時にこうなったらこうなったらダメなのかな。向こうが来てこうやって来た時にこっちもこうやってやったら正当防衛ってなんですかね。正当防衛もいろいろあるらしいからね。へ、認められるやつと認められないやつあるから、はい、別に逃げればいけるやつとか認められないとかなんかあるらしいよ。なんかへ、でもビューで殴ってきて避けてカウンターパンチ入れたらこっちが暴行罪でしょ。はい、障害にパクられるんですよね。こっちこっち、そうなん。普通の世の中に喧嘩やったら障害だって言うんですよ。じゃああれ俺もタフィー訴えたらいける、いける可能性はあるんですかね。あとリンデンとかリンデンいけんのかな、訴えたら、まあ、もう事故、もう事故なんねんなこれ分かる方ちょっとそうそう専門の方ね、専門の方、資格持ってる人ねもしくは今法学部学んでる方ね教えてください。ということでデッドボールボタンでした。